セイヤーズステークスの予想です。お願いします。はい、というわけで、明日土曜日の、中山競馬場のメインレース、ステイヤーズステークス芝 3600m の予想をしますね。まあ、このレースはね、本当に見てて面白いレースなんですよ。もう2周も走るわけでね、もうマラソンですね、本当に。うん、なんですけどね、まあちょっとメンバーがね、近年はね、まあこの長距離の馬の層がね、まあ薄いというのもあって、まあ世界的標準から見てもね、まあ、この距離のレースっていうのは、まあ一戦級はまああんまりないですからね。だからちょっと G2 というふうには寂しいメンバーがね、まあ数年続いてて、まあ今年もね、まあ、漏れなくそんな感じなんですけども、まあね、あの馬券買う方からしたらね、まあ関係ないですから、そんなもんね。うん、というわけで頑張ってね、当てていこうと思います。はい、というわけで今回のね、ステイヤーズステークス、結構馬柱見てもね、金層不審な馬がね多くてね、まあ2勝クラス3勝クラスの馬からね、オープン馬なんだけども、最近2桁弱順が続いてるみたいな、そんな馬ばっかりでね、あの前走馬券内に入ってんのが、あの2勝クラスで2着に入った三四郎しかいないとね、まあ、なかなか難しいですよね。もう高知競馬のね、ファイナルレースみたいな感じなんですけど、今回のステイヤーズステークスなんですけど、見えちゃいましたね。今回のステイヤーズステークス、勝つのは、モンドインテロです。はい。モンドインテロが勝ちます。簡単に説明するとね、この馬ね、まあ、距離適性がね、すごいあります。うん、去年もね、あの馬券で入ってきますし、うん、まあ、このレースは非常に相性がいいと。他とね、比較していて、他のオープン馬と比較してみて、衰えはこの馬はそこまでないです。まあ、ちょっと衰えてるんでしょうけど、他のね、あのアルバートとか、そこら辺にチェスナットボードとか、そこら辺と比べたら、そこまでね、衰えは顕著ではないと。うん、であと、まあ、ビュイック騎手がね、去年に引き続き乗ってくれるっていうのもすごいいいし、あとね、まあ、堅実に最後の足を使ってきます。うん、だからね、まあ、このメンバーならね、まあ、いつもは差し切れないんですよ。足は使うんですけど、まあ、届かないねみたいな感じのがね、続いてるんですけど、今回のメンバーだったら、まあ、普通に差し切りもね、全然あるんじゃないかなと思ったので、まあ、モンドインテロですかね、っていう風な結論に至りました。はい、以上です。で、他の馬をね、どう組み合わせて買うのかということで、印をね、見せます。こちらです。対抗にね、先ほど話した三四郎で、タンアナにリッチマンで、抑えにバントシルム、ララエクラテール、お重長さんと、まあ、そういう感じでね、いきます。はい、まあ説明しますね。三四郎はね、もう馬柱見たらね、笑っちゃうんだけどね、カタクナに3勝クラスに上がりたくない馬ですね。もうずっとね、2勝クラスでもう2着2着2着と5連続2着と、ね、しかもずっと首差で2着と、多分何なんですかこれ、馬の気性的に前に出たがらないとかあるんですかね。うん、それとも意図的に2着にしてるのか分かんないですけど、でもだとしたらなんでステイヤーズステークスに出てくるんだって話で、まあだから多分力はあると思うんですよ。ただ気性的な問題で勝ち上がれていないという可能性がありますね。うん、だからまあ性格的な問題でしょう、ね、力はあると僕は見ました。うん、で今回のメンバーもね、まあはっきり言って条件戦みたいなもんなんで、まあね、2勝クラスだからといってね、 G2 レベルにはないとか、そういう見方をねしない方がいいかなと思います。はい、まあ、この馬が対抗に来るようなレベルのレースってことですね。はい、で次、タンアナにね、リッチマンです。まあ、去年のチャンピオン、うん、まあ、ただね、最近はね全然パッとしないんですけど、まあここに向けてね、まあ、うまくただけで使えてきてるのかなと。あと海老名ジョッキーがね、あの28年連続重賞制覇という偉業がね、まだ達成できてない。今年に入ってまだ1勝も重賞勝ててないので、ここでね勝たないとね、28年連続重賞勝ちがちょっと途絶える危険性がありますので、海老名ジョッキーも頑張ってほしいです。でバントシルムはね、先行力があって、さらにちょっと二の足粘りも使います。うん、あの前々走のね、札幌の 2600m のレース、あれもね、あの途中からまくって先頭に立ってね、あれだ、あのジェンティルドンナが勝った、あの週刊賞のチェリーメドゥーサみたいな感じで、後ろからね、向こう正面で一気にまくっていって、そのままね、粘り込みを図って、なかなか頑張ってました。はい、だからまあ結構強いんじゃないかなと見ています。うん、でララエクラテールはね、まあ、長距離適性が抜群です。はい、で、あの最後にお重長さん入れました。うん、あのね、まあだから別にこれは今回はね、アルゼンチンの時はちょっとこれは頑張ってほしいから愛ですとかなんか一
行った記憶あるんですけど、今回は別に素直に普通に入れてます。うん、もうこのメンバーなら全然ねいけると思いますよ。あとはまあね、2回使ってさ、前にね馬を置いたらダメだと、あ違う、前に馬がいないとダメだとね、鼻立ったらダメなんですね。だから、うん、武豊さんがね乗ったやつは全部鼻に立たないでね、番手とか、まあ、先段につけてましたけど、前に馬を置いて進めれば、まあ、力を発揮できると思うんですよ。であと、まあ、中山適正がねあるとねいうふうにした場合、ちょっと軽視してはいけないなと思いましたね。うん、あとはまあ上がり勝負に、ね、なったら、まあ、どうしようもないんですけど、でも最近のステイヤーズステークス 3600m とはいえ、なんかね、あの 3000m ぐらいジョギングしてからのね 600m の短距離走みたいな面も、まあ、ないっちゃないんで、そうなった場合はちょっとしょうがないんですけど、まあ、素直に普通に入れてます。はい、おじいちょうさんを抑えの最後に入れてます。はい、というわけでね、今から、ボンレス高島先生のね予想をご覧ください。どうぞ。はい、こんにちは、ボンレス高島です、ステイヤーズステークスですね、僕はこのレース大好きなんですけど、うん、見てる分には面白いなと思ってるんですけど、ちょっと何ですか今年はっていう感じです。はい、本命名所天元です、池添ジョッキーですね。うん、僕はまあその弥生賞をこの前勝ってからですね、心のどこかでは応援をしていたんですけども、まあクラシックは全くダメだったという感じなんですけど、さすがにこのメンツに入ればあってもいいんじゃないかなと思いますけどね。ちゃんと皐月賞、ダービー、菊花賞とね、全部出走してるわけで、そういうところは僕はね褒めてあげたいと思いますし、ちょっとメンツがひどすぎるというか、上がり馬っていうのがねほとんどいないわけなんですけど、まあそれでアルバートとかも出てきちゃうわけで、まず、あ、重長さんにデムーロが乗ることも僕は知らなかったんですけど、まあ名所天元がね、久しぶりに放送するのも願うだけですね。予想もクソもなくて申し訳ないんですけど、僕は名所天元から行こうかなと思います。はい、以上です。はい、ボンレス高島先生の予想でした。でね、この後武田くんのね予想を見てもらうんですけど、この前ね、あのボンレス高島くんからね苦情が入ってね、あの俺と武田をつなげて流すのやめてくれって言われて、なんかどうしてもね、せっかく頑張ってね、高島がね、俺が頑張って予想してんのに、なんか武田のねくだらないネタの前振りにされてるようで気分が悪いみたいなこと言ってたんですよ。だからね、ちょっとここで一旦小休止で僕を挟みます。というわけで、今から武田くんの予想というか余興をねご覧ください。どうぞ。てっ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 てメンバーの紹介です。1番、どうも武田です。馬体重54キロマイナス2。どうもーバリバリーすいませんそうですね、やはりパドックで暴れていますね。まあ見ての通り、先日の3万負けが響いているんでしょうか、ちょっとここはマイナスですね。ということで、はい、ステイヤーズセックスですね。ステイヤーズステークスです。はい、お遊びはここまでだ、貴様ら。どうせ負けるんだから。なあ、こんなチャンネル見て何が面白いんだ。なあ、毎度毎度。なんか毎日増えてってるし。おかしいだろ。なあ、他の YouTuber 見てみろ。おう、めちゃめちゃ根拠とか話してるぞ。なあ、こんな動画見て。こんなな、大学生が10秒前に考えたようなな。予想を見てな。え？お前ら何が楽しいんだ。おい、ただでな、いくら見れるったって時間の無駄だろ。時間の無駄だよ。こんなチャンネルは即刻廃止すべきです。はい、ということで、でもそんな見てくださってる方々ありがとうございます。5度こちらになります。バントシルム、チェスナットコート、サンシロー、エイシンクリック、リッジマン。本命はチェスナットコートですね。はい、僕この馬好きなんで。いや、てかね、ステイヤーズステークスのメンツが意味わかんない。何これ、 G2 なの？俺出ても勝てるじゃん。うん、
うん、俺でも勝てるよ。うん、ちなみに僕は、1500m のベストタイムは、4分40秒です。はい。はい、なんだどうもすいませんでしたね。まあね、一応ここでフォローしておきます。フォローしないとね、ちょっと大変なことになるんで。武田君はね、あんなこと言ってましたけどね、このチャンネルでね、何回再生されたとかね、僕の動画が武田が僕の動画が何回見られたとかね、結構喜んでますね。素直じゃないですね、あいつはね。本当は嬉しいのに、ちょっと素直じゃなくて、ひねくれてるから、ちょっとああいうこと言ってね、かまってほしいんですね。はい、だからね、まあ相手にしないでやってくださいね。もし不快に思われた方がいたらね、武田に謝りに行かせるんでね、住所をコメント欄に書いてください。はい、というわけで、回目はね、回目を言うんだな。というわけで、ちょっと まだ回目のホワイトボード準備してたから、ちょっと一旦ここで切ります。はい、というわけで、回目です。はい、ですね、こちらです。三連複軸一等相手ごとです。はい、これでいきますね。先週は僕ね、2レースともね、阪急杯もね、ジャパンカップもね、的中させてるんでね、この流れでね、一気にこのレースもね、的中しようかなと思います。はい、モンドインテロを軸に後藤流し、三四郎、リッチマン、バンドシル、村、ライクラ、テール、お重長さんと入れてますんで、ぜひ皆さんもね、参考にしてみてください。さっき僕調子いいです。はい、というわけで、明日はね、チャンピオンズカップの予想動画を上げるんで、そちらの方もよかったら見てください。 See you。